特に思い出深いというか、長岡さんなんか素晴らしかったんじゃないですか。いや、やはり長岡さんは特別な方でしたね。あのピアノの音とか、ああなるほど、もう独特の温かい身のある音は、そうですね、本当に聞いたことないですね。特別なものを持ってらっしゃいましたね。だからあのホールの中の空気が変わるんですよね、一音出ただけで。そうですか、はい、それは大きいですね。はい、次 の, あの共演なさる方は、はい、ブロンズさんとおっしゃいまして、あの私がもう32年前にジュネーブに留学してた時に、はい、ジュネーブ音大でルイ・ヒルトブラン先生っていうピアノの有名な先生がいらっしゃいまして、はいはいはい、その方 の, あの音楽祭みたいなのに参加させていただいた時に、はい、初めて聞いたあのお弟子さんでいらっしゃるんですけども、はあ、はあ、方なんです。でそれその後一度共演、あそれで向こうでもちょっと共演したり、あと日本に戻ってきてこちらので初めてのリサイタルとか、はい、それで三大 B コンサートってバッハとベートーベンとブラームスとか、はい、そういうのを文化会館のショーホールでやったりですね、はいはい、あとオランダに行きまして向こうでクライネットトリオとか、はい、あのブロンズさんとあの共演させていただいたっていう、あ、はい、そうですか。それからちょっとあの疎遠になりまして、はい、あのブロンズさんは何回かあの ソロのピアノのリサイタルのコンサートで日本にはよくいらっしゃってたんですけど、はい、アンサンブルする機会ちょっと、はい、本当に久しぶりです。じゃあ今度でもベートーベンのソナタ4番と、はい、ブラームスの1番のソナタと、はい、フランクっていう、はい、またいいプログラミングでご一緒なさりますね。去年お会いした時に、はい、あのまずベートーベンの4番はお願いしたいということを言ってたんですけど、はい、あのやっぱりロマ派の曲が、はい、あのすごくお上手なので、はい、他に行ってブラームスはってお願いしたらじゃあ1番の方で、あ、そうだ、あとはフランクなら、ね、フランクがいいっておっしゃいまして、まあ、そうですごい期待してます。いい選曲になりましたよね。はい、素晴らしい選曲だと思います。そうですか、はい、で、やっぱり彼と組んで、はい、なんていうかこういうことをやりたいっていうふうなお考え出てくる終わりですか。彼の音楽も長岡さんではありませんけれども、はい、同じように、はい、音が温かいのと、はあはあ、音楽がすごく繊細であるっていうことで、ピアニスティックっていうよりも声楽的なっていうか、そういう面で弦とチェロの音とすごく合うんではないかと思ってるんですね。そうですか、はい、で来年はなんかまた小菅さんと一緒になさるっていうことですよね、はい、やっぱり素晴らしい方と。そうですね、前回あのメンデルスゾーンご一緒させていただいたんですけど、はい、いやそれは楽しかったんですね。本当に即興的に、はい、あの本番でお互いにやり合って、ああこう来たか、じゃあ私はこうするって感じで本当に楽しく弾かせていただきました。演奏家としてはもう最高の幸せですね。はい、楽しかったです。あ、そうですか、はい、いや本当にあの素晴らしいものを、あの10年のシリーズとして、はい、取り組まれてるんですよね、はい、大体のチェロのソナタは網羅するという感じですね。ああそうですか、はい、で時々あのあれですよね、ウマンそのものも組み込んでらっしゃいますね。そうですね、あの一応バッハを全曲の中に入れて、はい、やりたいなって、あと3曲残ってるんですけれども、はいはい、それをあとだから8、9、10で入れていく感じです。ああそうですか、はい、あ、なるほど。まあこれからのその辺の楽しみがまだあります ね。今たくさんの生徒を教えてますけれども、はい、この時代パソコンがすごくもうネットでいろんな演奏を聴く機会が増えまして、はい、生徒たちが聴くのはもう YouTube でさっと検索して聞いてくるんですけれども。そんな時代なんですか、はい、だから聞いてきたっていうとあの YouTube でっていうんですね。で誰っていうとさあっていう感じで、だからそのもちろんその一つの曲をのどんな感じって聞くのは大事ですけど、やっぱりそれは人間が弾いてるわけで、やっぱりその演奏家の考えとかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、はい、 それはどっかに行ってしまって、はい、単に音だけ聞いてくるっていう
そういう傾向があるんですね。で、演奏会にあまり行かないと情報がすぐ入るので、はい、できればやっぱり生の演奏を聴くっていうのは本当に大事なことで、生であるからこそいろんなところを自由に見れますし、はい、YouTube だとあの映像があってもやっぱり限られますけれども、ね、現場に行くことで自分の好きなものを見れるし、あのやっぱりこの空気っていうのはホールの空気っていうのは全然違いますから、行かないとね、そこにいてこそ存在が意味あるんですよね。それをあのやってほしいなと思いますし、あの主催者側もできればその学生用に学生券っていうのを作ってくださっている、ね、はい、どんな演奏会でもあの高いものをたくさん向こうから来ますけれども外国から、はいはいはい、でそれでもやっぱり少しの席だけでも学生券っていうのを入りやすいのを作ってほしいなって思ってます。はい、あ、そうですね、今、はい、そういう傾向が強いですか。そうです。だからあのチェロの人材どうぞ出て見えてるんじゃないですか。え、あのチェロの人材、若い、あ、人材はたくさんいますね。でもあのその個人でも情報が全部入るので、横のつながりも割と希薄になってますね。昔だとその誰かが CD 持ってるとそれを貸してくれたのなんだろうっていうのありましたけど、はいはい、もう個人で全部終わってしまいますので、だいぶ、はい、あの傾向が見られるんですか、はい、ちょっと寂しいですね。ちょっと寂しいです ね、やっぱりいい人材ができてもその方たちがまた受け入れる場所を作るためにはやっぱりもっとコンサートに足を向けるとかいうことでないと思ってます。いけないですよね、はい、この10年のシリーズを始めるときは一体どうなるんだろうって遥か彼方の感じでしたけれども、もう7年ももう経ってしまいまして、そうですね、その間に本当に個性の強い素晴らしい音楽家とやらせていただくことで、はい、その自分の許容量も前よりも広くなったと思いますし、ますます反対にその自分のやりたいことも明確になってきたんではないかと思ってます、でこれからあと3回しあの今回含めてあと4回しかないんですけれども、はい、ますますその自分がまたどのように変化していくのかとか、それが楽しみで、もう始まるときはああもう、まあ、10年もあるなと思いましたけれども、今はもうあともう4年しかないんだっていう寂しさがもうすでにあるかっていう感じです。